うん、いいからいいからってこんな年季の入った本をだって星の汁が染みついてるんですよこれそうね政治の隅々までこれここれ、これカジタジルで浮気していいのかな、これ <laughs> せっかくだしねちょっと読んでいこうと思うんだけれどもちょっとねあのおっって思ったのが冒頭の工場でまあえー その消えてしまった赤塚不二雄を読者のキーボードと必殺の裏技でモニターに呼び出すのも面白いんじゃないかそれが次の時代の新しいギャグナンセンスだったりしてっていうふうに言ってる2人があるんですよ、うん、まあこの本で研究していくうちに赤塚不二雄が分かんなくなってもなんかその読者のキーボードと裏技で呼び出してみてよって話ん,なんかなっっってちょっと思ったんですよねうん、うん、新時代の赤塚不二雄といえば。 ああれじゃないですかやっぱりまあ今、まあ、今現行のものもだう、ね、そう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 この頃からそういったことを予測して自分のキャラクターとか作ってたんだったらすげえなと思うんですよね。うん、興味深いですけれどただこれ工場を書き出してるみたいで、うん、その直接文章にしてるっていうよりも誰か聞いたのを文章にしてるからだね。うん たまに何言ってんだろうって歌詞が <laughs> たまにあるんですよね、うん、もうあれから意図が組み切れなかった文章はそのまま掲載にならないないそうそうそう,そう多分意訳とかせずにそのまま掲載してるからだと思うんですよだこっちでそれを読み取るしかないんですけどそれもまたちょっと面白いなと思います<ー>なかなかそういう本ないんでね最近、うん、確かにな俺もね星野さんがそれもねこ, <の S 1> <laughs> これを見てくださいって <laughs> こうプ,レプレミアがついてるのに貸してくれて怖いうやつじゃなくてそうそうあのだ不思議な映像の ストリップしそうなやつうん、うんうん、借りたはいいけどどうやって返すのこれ <laughs> えっと次はシャガナに来た時ですね <laughs> 10か月後か <laughs> 10か月後か, <laughs> かこれあの量すごいんだけどディスク1127分ディスク2121分ディスク3126分ディスク4108分ディスク595分どんだけ見るんそれ <laughs> 頭おかしなるで <laughs> 一気に見てたら環境映像として流すくらいでちょうどいいんじゃないですか、ね、まあでもそういう感じだよねおにゃんこクラブは生きたむつ子でであるんですってどういうことつまりおそ松くんのむつごっておにゃんこクラブだってことですね <laughs> うん,うーんなるほどねつまり俺も おさに,にゃんこってだとですねがういすおにゃんこい今だとないもう乃木坂とかでいっ、うん、秋元康ってそういう目で見るとデカパンに見えないかいってぜひデカい島パン一丁でブラウン会に登場していただたい大体 <laughs> いただきたいの <laughs> うん面白いなデカパンか秋元康はデカパンなんですってポジション的にあ置き換えてんだ いや、これね、<ん>別にモデル云々じゃなくて、逆に。突然言い出しただ。息子ベースでおにゃんこクラブのこと語り出してるんですよ。<ー>だから、おそ松さんのそのキャラクター造形とかっていうか、うん、まあ、ギャグの見せ方とかって、まあ、おにゃんこだよねみたいな話をしてるんじゃないですか。逆に、こういったことをテレビでやってしまったのら、おにゃんこクラブだねって言ってるんですよ。おそ松さんみたいなこと、をテレビでやってるのが、おにゃんこクラブだって話をしてるんです。じゃあ、あお,おにゃんこクラブ。 というコンテンツを見た時にその狙いは一緒なんだと思ったわけでいこととしてはいわゆるその今に続く複数のアイドルグループその複数人で構成されたアイドルグループの原点は、うん、つまり「おそ松君」であるということは別に言ってないけれどもそう言われてみるとまあ複数のキャラクターがこうやって活動するのは確かになっていう気はしますけどね。うん うん、まあ確かにギャグギャグものって、うん、こんなに人出すこと普通ないよね。ないっすね、うん。限定的なメンバーで構成すればいいんだもんね。うんうん、なんで無都合なのかっていう話になってくるもんねそのな前菜が増やした方がいいって言って。そそそそそう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  まあそこについてはそのお粗松君たちはそのげん若者の入れ物なんだと、うん、あらゆる若者の入れ物なんだっていう話をしてるんですよね、うん、あらゆる少年たちの性格や行動の入れ物だとムツゴは、うん、だからどんな脇役でも受け入れられるって、うん、誰かには当てはまるってことねうん。うん、面白いこと言ってますね確かに。 作者の立場から言うと毎週地獄って次々と新鮮なテーマが必要だからまあそうだね、うん、ギャグものの苦しいところだよねそうでそうしたことをテレビでやったのがおにゃんこクラブだねって言ってるあ<ー>なんとなく可愛いだけの無性格な女の子が主人公なかなかきついこと言いますねちょっと <laughs> なかなかきついこと言いますねちょっとトゲを見せてきた性格はなまだ何もないからナンバーでしか呼ばれないと、うん <laughs> <laughs> 仕掛け人たちが何かいいプランとか歌を思いついたときにその一部のギャルが使われる司会者やトンネルズがイヤミやチビタ役をやってるわけ結局そっちの方が人気が出ちゃうっていうあれかわかんなよオソマツ君の時も特になんだけどムツゴがいるけど人気というか物語を動かすのはそっちじゃなくてイヤとかチビタイヤミチビタたちだからそういうことだよねそういうことですね誘導するのはそこで受け身なんだよっていうで秋元康がデカパンと デカパンのポジションってどうどうなんですか。おそ粗末国におけるデカマデカパンのポジションって俺らはそう思ってなかったかもしれないけど、うん、あれなんじゃない、赤塚さん的にはデカパンってそういうななんだろう仕掛け人的なものだってだっ想定してたってことでね。そうですね。あのマッドサイエンティストは。うん、でも、ね、褒めてるんですよ。あの漫画という紙の上でしかできないと思ってたことを現実,に実際の人間でやってしまったことに彼らの新しさがあると。うん。うん だからテレビなんか特に新しいメディアでも何でもないと思っている新世代のクリエイターだからこそやれたとも言えるねってうんうん赤塚さんで本当にいろいろ考えてるんですね面白いですねああもうあ<ー>もう7分もってる <laughs> 読み始めてた終わるか、うん、怖かったな <laughs>